今日はよく走ってくれてる相棒くん、まあレンタルしてますんで、まあ貸したらね傷がついて戻ってくる相棒くんのご紹介です。まあね結構貸すんですけどね、ドアは2枚なので後ろの席に座ると結構きついです。お湯ときたへんよ。でドアもこう2枚ドアなので長いんで、そうね駐車するとき結構大変でもあります。開かなくて出ないとかね結構ありますよ。で長さが何センチだったかな、4メーターと飛んで2センチぐらい、いや飛んでってそんな飛ばないわ、4メートルで飛んで2センチですね。で高さが確か日中入るんですよ、140センチ150センチ弱、148.5、1485ぐらいです。で幅はちょっとあるんですよ、この幅はですね、幅はちょっとあって幅が1770ぐらいで間違いないと思います。ちょっとこのフェンダーがちょっと出ちゃってる感じですよね、フェンダーが出てるのでミラーも出っ張ってる感じですよね。このフェンダーに合わせてミラーの幅って出れるんで、ちょっとこの分なんか出てる感じですよね。じゃあ車内ですけど、ちょっと散らかってますよ。まあ、あのお買い物袋最近ほらエコなお買い物袋とかあるじゃないですか、まあ、これあの寒いんで着てたりしたやつです。でこれあの前買った星のカービィちゃんの膝掛けです。でこれもう完全にコカ・コーラでもらったお買い物袋ですよ、お買い物袋です。で後ろの座席は東武さんのバスの何だったっけ、なんかヘッドレストにかけるあれですよ、あのまあ手に入れる機会があったんであの入手しました。まあ使ってないですけど、あそこ最近の車の LED 全照灯って結構眩しいじゃないですか、なんでそれを防ぐために使ってます。あ、着用シートベルトはあの必ず走行中着用してください。で後ろはこの座席はこれでシートベルトを2個しかないんで4人乗りです。この車は4人乗りで、こうやってやっぱり後ろアクセスするしかないんで、やっぱり実際大人は3人ぐらいしか乗れないかなって感じですよね。大人は実際3人ぐらいしか乗れません。それもまあデメリットといえばデメリットです。で変速機がこれ自動じゃないんで自力でちょっともう上げていく下げていくしないといけないめんどくさいタイプです。はい。であとは何だろうな、デメリット、デメリットね、とにかく後ろの席乗れることは乗れますけど結構狭いんですよ。まあそもそも長さが402センチしかないんで、まあいろいろありますけど402センチしかないんでちょっと乗るのが大変と。ちょっと後ろ乗ってみますよ。よいしょ、乗りました。乗るのは誰でもできますよ、乗るのは誰でもできる、あのこんな感じ。私そこ映って、あの何降車橋に映ってますが、あマスクしてるふりでお願いします。で天井はこんな感じ、天井こんな感じで、でこれ座席あのアクセスした際に前に自動で前回のところに下がるんですけど、下がります。
つこうですか、わかります、もう一回やってみましょうか、下がりますこう、ちょっと怖い感じありますが、でこう座席、膝が膝元、膝のところが、私身長174センチぐらいですけど、もう1枚ぐらいよ手のひらって感じです。で頭の頭上も天井つく感じ、後ろ自分で運転する時って後ろ乗らないから何とも思わないですけど、こうですからね、ヘッドレストがこうで、だいたい頭がこんな感じですよ、こんな感じだから、こここんくらい、1センチ2センチ、頭上の空間は身長174センチの私が頭上空間2センチってところですね。横はもうね大丈夫、もう大丈夫ですね、横はなんとかなります。はい、こんな感じかな。デメリット多いですよね。まあ大人が乗るんだったら3人が限度、子供が乗れば別に4人で大丈夫です。そんな感じだと思いますよ。はい、あーコーラがあったり、まあいろいろとっちらかってますけど、何あれ、靴ひも、あはは、は靴ひものなんだか使ったんだよな、なんかね、そんなとこですかね。あとはデメリットってなんだろうな、あとはデメリットないんじゃないですか。あのタイヤが4つあってエンジンがあるんで前進みますし、バックギアもあるんで後ろも、後ろにも走れちゃいますからね、で自分で走るより速く走れますから、まあそのとこですかね。あ、もう一個スーパーデメリットありましたよ。ここにレインセンサー車速感応型のワイパー、あのお話にならないぐらい使えないですから、のブン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 バカみたいにね、あの思いっきしこうピュッ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 ってワイプしますんで、もう使い物にならんですよ。もうな、自分であのやった方がいいか、ここの配線抜くといいらしいです。いやそれめんどくさいんでやってないですけど、配線抜くと、うん、ほんといいらしいですよ。はい、でまあリッター8キロ、都内で走るとリッター8キロぐらいなので、ちょっとエコじゃないです。エコで走りたかったら、まあ、80キロから90キロであまりアクセルを踏まないで走ると、それが一番いい燃費を示します。 100キロ走るのに5リットルぐらいで走れますっていう表示がいつもありますんで、そんなとこですかね。ですからこの車のデメリットをまとめると、身長170センチぐらいの方が運転すると、後ろの座席は身長160センチぐらいの方まで、165センチぐらいの方までしかちょっと頭上には余裕がないよ。ドアがこういう風に長いので、あの隣の車にぶつかる可能性があるよってことですかね。あとは、あとなんかあるか、あ、自動変速機じゃないので変速しないといけないんで結構めんどくさいですよ。あ、あとあるある、燃費がすごく悪いですよ。燃費がどんなに頑張っても都内だとリッター8キロか9キロじゃないですかね、多分そんなもんだと思います。高速道路に乗って100キロで巡航した時、それはエンジン回転数が6速のギアで3000回転ぐらいになってしまうんですよ。そうすると燃費が悪いので、たまにもう早く着くのは諦めて6速のギアで90キロで走ることはあります。90キロでおとなしく走ってれば、そうですね、1リットルで14キロ15キロうまくいけば20キロ走るかもしれません。90キロでひたすらに我慢すれば、ただブーンとかやっちゃうと、もうそりゃリッター3キロまでこの車落ちるんで、まあそういうことですよ。平均してくださいって話になってしまいます。
フルで加速するとリッター大体3キロの表示になってます。はい、あとマニアックなデメリットがあるんですよ。これワイヤースロットじゃなくて電子スロットなので、直接的にアクセルを制御してるんじゃなくて、信号で検知してあのアクセルの回路を決める間接制御式なので、結構あのコンピューターに嫌われることがあるんですよ。ちょっとエンジンかけてみますね。はい、エンジンかかりました。これアクセルペダルなんで、アクセルペダルあのちょっと踏んでみますけど、これアクセルペダル踏んでるじゃないですか。これワイヤーだったらこの手の動きに合わせてブン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 言うかもしれないですけど、カットされちゃうんですよ。ノイズになっちゃう。信号が、あ、これは踏んでないとか、これはカットとかなんかやっちゃうんですよね。もう細かい操作には向いてないです。ほらカットされてますから、4回に1回か4回に2回ぐらいしか反応しないですね。こんな感じですよ。なのでコンピューターがあのノイズだと思ってカットしちゃいます。ワイヤー式のそういう直接制御の車だとこういうことはないです。これはね、電子スロットの悪いところですよ。コンピューターが介入してあの制御してしまうってところですよね。メリットは本当に前にも走るわ、後ろにも走るわ、ねえ、人は4人乗れるわ、あと何よ、あとないわ、あとなんかあるかな、メリットないです。自動車税がかかるのはデメリットでしょ。メンテナンス費もデメリットでしょ。デメリット多いですけど、まあそこそこその乗ってて楽しいですよ。それが最大のメリットかもしれません。お疲れ様でした。